はい、今日は、ガチャガチャをやってきました。では早速やっていきます。はい、まずはカプセル。ちょっと待ってください。これは後で見る。まずこれはポケモンスロット、スロットル XY ですね。種類がこちらになります。まずはここに、これちょっと薄いですね、ピカチュウ。これがメガ、これは月光ガですね。でこれがパーフェクトジガル。でこれが見ての通りボルケニーカラクリじゃなくカラクリのマギアナというなってる映画ではね。でこれがマギアナです。そのうちのじゃじゃん、ピカチュウ。ではちょっと開封していきます。開けていきます。おお、はい、袋から開けるとこのような感じです。おお、今ピカチュウです。でまずこのレバーこのレバーを押してフォールトビチって押すとこれをニャースですねっていう感じにできます。はい、ではシールを貼っていきます。はい、こういうシールです。まずはピカチュウ。では貼っていきましょう。下をこのような感じにします。はい、こっちも貼りましょう。これ説明書を見ながら作ろうか。その方が本格的だから。はい。で、このままずっとやっていけば、そのうち完成します。はい。上にもから、ちょっと、あと1まで。ここにある。これはここですね。貼っていきましょう。うん、はい、できました。ポケモンスロット、出来上がりました。で遊び方で、あ、これです。このコインを一回やって、ちょっと組み立てていきましょう。これ簡単に取れます。簡単に回せば。はい。ちょっとあと1個です。はい、できました。これは全部で6個入っていました。これが3つとこっちが2つで、あ、こっちが3つと3つですね。で入り口がここです。この中に入れれば OK って書いてあります。だからちょっと入れていきましょう。すごい仕組みですね。どうなってるんだろう。ちょっとすいません、あと2個入るのかな。入った。え、あと1個入んの。待てよ。ちょっと待って。え、これって全部入らないっけ。
まあいいか。ではちょっとやっていきましょう。このレバーピーパーピクチュってやってやっていきましょう。ピカチュウ入れる。お、ピカチュウ入れる。お、メダルちゃんと出てきました。 OK です。はい、ではもう一回やりましょう。こうやれば出てきます。はい、じゃあまた戻していきます。はい、最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録お願いします。あとコメント欄もお願いします。また見てね。バイバイ。ではマッチー、これが当たったら、お、できました。バイバーイ。